りょうちゃん、りょうちゃん。はい。こちらの G クラス。はい。は、新しく買い取りさせていただいた G クラスでしょうか。はい。買い取りさせていただきましたよ。はい。で、こちらどんな G クラスになるんでしょうか。こちらはですね、新型の G350D となります。G350D になったんですね。はい。パッと見 400D とわからないですもんね。わからないですね。はい。はい。わからないんですよ。そうなんですよ。わからないんですよ。わからないです。はい。こちらはですね、年式は2020年式の G350D で、外装カラーがポーラーホワイト。ポーラーホワイト。はい。ポーラーホワイトの3点オプションとなっております。AMG ライン、ラグジュアリーパッケージ、アダプティブダンピング、メーカーオプション全部ついてますよ。全部付きの3点フルオプションということですね。はい、全部付きとなっております。はい、で、走行距離が3万2000キロ。3万2000キロ。はい。ということで、うん、まあね、当然年式走行距離からしてみても、新型の G クラス。一番手に届きやすい販売価格でですね、ご案内の方もさせていただけますので、うん、はい。新型 G クラス、今ディーゼルモデルね、もう新車ですと2000万円超えてきてますので、ね、うん、やっぱりね、ちょっとさすがにそこまでという方は、このあたりね、狙われてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。うんうん、あとですね、まあ、年式的にも2020年式ということで、こちら、焼却の方もですね、かなり大きくできますので、うん、特にあの法人さん今期ちょっと利益多く出ちゃったなという方はこのあたりの年式購入されること非常にお勧めします、うん、またそのあたりはねご自身の会社のですね、まあ、税理士さんとかに、ね、聞いてみてもらえばいいかなというふうに思います、うん、はい、焼却が大きくできるとこもこの G350D の良さの一つ、ね、そうなんですよ。焼却は大きくできて、うん、なおかつやっぱりねリセールがいいので価値が下がっていかないっていう部分、非常にお勧めできる部分だと思いますね。まあ、今回距離が3万キロということですけれども、はい、やっぱり3万キロ乗ってる、まあ、イメージ的には、あ、ちょっと外装だったりとか内装どうかなってイメージされるかなと思うんですけれども、まあ僕の車がね今ちょうど14万キロなので、もう3万キロって聞いても、ね、全然若いんですよ、ね、確かに若いですね。はい。なので別に僕個人的には3万キロ、うん、だからちょっと状態どうかなっていう感覚は全くないんですけど、はい、逆にカメラマン君はあるんだね。そうですね、なんかそういうイメージは、そういうイメージがありますね、はい、そういった方もね、視聴者さんの中にはいらっしゃると思い、当然いらっしゃると思いますので、うん、まあこちらが3万キロの状態なんですけれども、はい、寄ってもいいですか。はい、はい、どうです正直、はい、3万キロもうちょっと飛び石あってもいいんじゃないかって思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。比較するとかなり少ない方だと。いや少ない方っていうよりか、はい、ないです。ないですか。はい、って言うぐらいないです、うん、確かにパッと見この、はい、カメラ越しだとあれかもしれないですけど肉眼で見ても、はい、分かりづらいですね、はい、本当に全くないって言ってもいいんじゃないかっていうぐらいのレベルです。よく見たらもしかしてあるかもしれないんですけど、はい、よく見ても僕は気づかない、うん、もうそれぐらいのレベル状態ぐらい綺麗です、うん、まず外装の方すごい状態がいいコンディションとなっております、うん、はい、では続いて内装行ってみましょう。内装行きますか。はい、はいはい、この G350D だとあれですよね、レッドステッチレッドシートベルトの、そうですね、内装ということ で、ね、はい、かなりスポーティーな装いの G クラスということで、はい、あ、僕が開けちゃっていいですか。どうぞ。はい、ではお願いします。見させていただきます。はい、ということで内装カメラ映してますけれども、はい、これ本当に3万キロですか。はい、ちゃんと距離も距離も今出てるから距離も出てるからちゃんと、はい、ピント合いました。3万2000キロ、はい、ちゃんと3万キロです。3万キロちゃんと3万キロです。ただ本当に3万キロの状態じゃないよね、うん、そうですね、本当に綺麗だよね、うん、このレザーのこの質感だったりとか、はい、こういうところですよね、この細かさ。どういうところこういう今ちょっと適当に言った今ちょっと適当に言ったちょっと なんで言っていいか今ちょっと適当に言ったよねちょっとわからなくて、あ、ごめんね、突っ越しちゃって今ちょっと適当かなと思った。ちょっと細かそう、細かな部分、はい、3万よく G クラスで傷が、傷だったり劣化が入りやすいところって、例えばこのシートのこの縁の部分ですね、はい、そうですよね、ここの、はい、まあ、こちらの、こちらのシートは本革シートになるんで、うん、まあ、ナッパレザーよりかはシワは入りにくいんですけど、うん、まあ、とはいえシワ少ないなっていう感じがあります、うん、はい、まあ、その他あとこういう内張りのダッシュボードの、うん、ダッシュボードじゃない、このドアの内張り部分内張りですね、ここら辺の
擦れ傷、うん、やっぱ乗り降りするときに足当たっちゃうんで、そうですよね、こういうとこだったりここら辺ですね、うん、ここですね、こういうところよく傷は入りやすいんですけど、うん、それがほとんど目立たないっていう、こういうところがすごいね、状態のこういう細かい部分があのあれですね、あのはい、はい、となってます。そうですね、はい、ですごい綺麗なんですよ、うん、こちら業者オークションの評価点でいうと内装 A つく状態です。 A って、新古車であったりとかどうですか、まあ1年落ち1万キロ以内ぐらいとかが、まあ、A がつくんですけど、本来この辺りの年式って内装評価 B なんですよ。2020年式の、はい、まあ、走行距離3万キロ以上、はい、かなりレアっていうことですか。かなりレアぐらい綺麗ってことです。 A つくのはなかなかないんで、はい、状態もバッチリと、バッチリという感じですね。で一応ダッシュボードも見ますか。ダッシュボード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 も綺麗ですよね。ダッシュボードももちろん綺麗ここがダッシュボード。このレッドステッチ良くない。レッドステッチここですね。ちょっとここら辺ちょっと見えなかったです。ここいいですよね、このワンポイントある部分ですね。すごいいいよね。いいです。しかもこの辺りの何ですかね、うん、レッドステッチの色落ちとかも全然なく、色落ちもともとあんまないと。あんまないですかね。日焼けして落ちるとかないです。あんまり気になったことはない。ちょっとこれを赤が色落ちしてオレンジっぽいなーって思った。まだ350はまだ見たことない。あの赤だなってちゃんと思いますけど。じゃあいいですね。逆に思うのかな。いやあんまないっすね。ないよ、ね。あんまり見たことないっすね。ないよ、ね。どうぞあの今までツッコミね。されてきてるんで、はい、たまに僕もね言い返しますよ、たまには。ちょっと心構え、はいはいはい、しててくださいね、はい、やっぱ確かにやっぱいいですね、この 350D のこのレッドステッチ、うん、ね、レッドシートベルト、いやいいですよ、うん、本当ね、まあでも本当にレッドステッチ、レッドシートベルトが、うん、まあ本当特徴的なデザインかなっていうふうに思うんで、うん、はい、それあのいいなと思う人はぜひおすすめですね。状態もいいですね。はい、状態いいんで、はい、冒頭にも新型 G クラス 手が届きやすい価格でご案内させていただくというふうにも言いましたが、こちら総額で1500万円切ります。切るんですね。切ります。総額で1478万円で販売させていただきます。ただしやっぱりこちら買取専門店ならではの販売価格になりますので、もう期間限定となっております、うん、まあお盆明け、まだ具体的な日にちは決まってないんですけれども、まあおそらく、まあお盆の間は販売させてもらえると思います。うん、はい、ただ、お盆明けぐらいで、もしかするともう販売終わってしまうと思いますので、ぜひですね、ちょっとこれ、この動画いつ流しますか？今日とか言ってもこの動画わかんないじゃないですか。はい。お盆前に流します。お盆前に。もう、はい、流します。お盆前に流します。お盆前に流します。じゃあ、
お盆期間中にでも、もし見てもらっていいなと思ったらですね、もうすぐお電話ください。はい。なのでね、ぜひ、ちょっとご検討の方いただければと思います。で、今、G400D、G450D、2000万円クラスの車となりましたけれども、はい、で、今回これが1478万円。はい。これが、なんか、お得かどうかちょっとわからないんですけれども。ああ、そうですね。ああ、なるほど。金額だけ言うと、まあ、500万以上、はい、まあ、はい、安いなっていうのはわかるんですけれども。はいはいはい、そうですね、うん、今あのカーセンサーとかでも見てもらうと、分かるんですけれども、だいたいこの辺りの年式走行距離、この仕様であると相場的にはだいたい1500万円前後してきます、はい、なので少なくとも20万円ぐらいは間違いなくお求めやすい価格ですし、うん、なおかつ先ほどお伝えしたように状態がそうですよね、めちゃくちゃいいので、非常にお勧めできるポイントかなっていうふうに思います、うん、はい、分かりました。まあ、期間が決まっているということですので、はい、まあ、この動画見られた方は、はい、はい、概要欄の方にいろいろ情報ありますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい、はい、ということで今日は G350D ご紹介させていただきました、はい、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。買取査定のご依頼は概要欄の査定フォームから。 G クラス入荷情報は YouTube コミュニティ、 Instagram、Twitter にて随時お知らせしております。 G クラスグッズはオンラインショップにて発売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。